ですね。赤いよ。おえー、あれこれなんか魔法炉爆破の時に見たなこれ。先輩、落ち着こう。あ、そうだ、豆。ダチョウ豆ある？あるけど。噛める？当たり前だよ。嬉しいよ、ゾナ。わかる。私たち、東京の仲間だ。ああ。心強い。あ、あれ使えるかも。よし、行こう。これ、来い。ここにあるメカ全部襲いかかってきたらもうおしめいだ。アイテム、ヒールチョーカー、回復系アクセサリー、回復行動の効果が上がります。リボンでいいや。あ、こんにちは。す、ソルジャーでなければ余裕。あ、まだいた。はい、さてポーションがたくさんあったら使っちゃう。たくさんあるな、使っちゃおう。はい、あ、静かになった。よっ、こっち、下にあった装置より大掛かりだった。ってことは、これが究極マテリア？だ。ああ、いやな。電、電気、電気。いや、ここは後に合成失敗で爆発する場所だ。そこまで来ちゃった。電気？こっちか。あ、またここか。メインシステムレベル3起動。魔法エネルギー充填開始。防護柵を展開します。さあさあ、戻った究極マテリアって大変だよ。もうなんもないかな。オッケー。あのソルジャーチャレンジ成功させたかったな。5万スコアはきつすぎる。
違う、究極マテリアじゃない。またそこか、そこ脱がしちゃえば。んー、ちょっと来てる間は強いんだけどね。ほれ、回復はしっかりやっていただこう。おー、ダメね。ブロック、一体をなんとかしたい。あー強いな。あ、そのあってよかった。で、今 ATB ブーストかけたから回復も間に合うな多分。え、メガポもあんまり回復しないな。え、あ、そっちじゃない。あ、勝てね。んー、その回復を。あー、リミットブレイクしそう。やっちゃうか。うわー、あんまり効いてない。オッケー。レベル3までいくと強いな。今解除か。待って、ソノンがまた死んでる。危ない。ああ、殴られる。車内エリクサー使っちゃおう。オッケー。やべえ、またソノン死んだ。やばいな。ソノン蘇生、ソノン結構耐性ある装備たくさんつけたつもりなのに。あー、ユフィちなみにユフィが死ぬとソノンが身代わりで死ぬらしい。ちょっとリミット使って一体でも減らせれば。オッケー。あ、倒せた。あ、二人とも倒せた。どう？やつらの目的は分かった？行動に一貫性が見られないため断言はできませんが、どうやらマテリアを探しているようです。マテリア？そんなもののために敵地のど真ん中までやってきたっていうの？今のところそのようにしか。つまらないお返事。まあ、います。通信をつないでちょうだい。はっ。ご主人、家族知らん。この声を聞かせて思い出わ。ねえ、せっかくここまで来たんだもん。私と遊んでいたから、ホログラムなんかよりも面白いものを見せて。何が目的だ？ヨードン、そんなに怖い顔しないで。そうね、あなたたちの探し物もこの先にあるんじゃないかしら。それじゃあ待ってるわね。どうする？罠だよね、分かってるよ。でも
しかないでしょ。あ、死にかけてる。ギリギリ勝てたけど、なんか手に入った。今の戦闘で手に入ってはいないかな。多分この先にベンチがあると思いたいんだけど。よーし、ここは三神への兵器試験場。耐久テストをクリアした個体の戦闘履歴から全部抽出して、よくよく耐久や配慮に役立てているのよ。じっくり見学してきてね。耐久テストを開始します。検証に使用する個体を選択してください。兵器試験場？さすがにこんなところでツビエイトなんて出てこないよね。ああ、なんもない。ああ、フェニックスの補充しとくか。なんだこれ。タコっぽいのとカメラっぽいの。検定完了。検証個体のセットアップを開始します。戦えってこと？あー、タコっぽいね。さっきの武装兵士よりかは、あ、待てよ、こいついろいろ耐性放つやつだ。覚えてるぞ。ちょっと調べよう。待ってくれ、魔法攻撃今できん。力で押してみるか。こいつが結構ダメージ食らってんな。あ、待って、そっか、つむじ風は一応エアロ効果があるから弱点なんだ。 OK、 ラッキー。あれ、あと少しだったけど。つむじ風も防ぐ。ソノン注意。あ、やった。手合わせ感謝。クリア。テストを継続します。検証に使用する個体を選択してください。あ、オワなのかこれ。体力回復に戻りたい。ポーション使っちゃおう。はい、メカの方にしてみよう。地下一体どうなってんだこれ。じゃあこれ聞いてないな。分析、一定ダメージを与えるたびにバーストゲージがたまる。あ、当たり前のことを言われてる。
弱点雷、そんなもんない。危ない。つむじ風のうちにソノンに回復をしてもらう。先に B やろう。あ、 OKOK。ダメージを重ねれば重ねるほどゲージが溜まる、ゲージが溜まるのが早い、そういうこと。 OK。 あー、倒しきれないか。回復と。集中砲火か。いやー、あー、やばい。自己回復しよう。おお、危ない。こいつリミット忘れてやっちゃうか。やれるかな、やれるかな。あ、やれそう。 OK。 一体ならまだ楽だ。よし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 、パターン入ってる、パターン入ってる、パターン入ってる。よっしゃ、チャンス。でも半分ぐらいしか削れないのか。これあった手裏剣に魔力を伝えていく攻撃が万能すぎる。 OK。 あれ、なんか左またタコに見えるんだけど、タコよりかはもうどんどんメカで進めていくか。地下どんだけ広いんだ、分岐点が山ほどあるけど。あれ、俺メカにしたよね。まあ、メカっちゃメカか。え、スタンで弱いんじゃない。だよね。ああ、しびれてる、しびれてる。回復してもらおう。ああ、余裕。いやあ、私ってば強すぎ。そういうことにしておこう。現状に使用する個体を選択してください。わかんないんだよな、これだけ見ても。なんだこれ、紙飛行機みたいなぶっ刺さってる。こっちにするか。現状個体のセットアップを開始します。あ、今度は左がない。メカか。おーっと、なるほど。
ならば、待って、手裏剣を投げて距離を取って戦おう。あ、ラッシュ？でで距離を取りたいな。そうだ、こういう時はソノンに一旦回復をしてもらって、でソノンにこれをやって攻撃をソノンに集中させてもらいたいんだけど、よし、え、待って、こいつ全然バーストしなくね？ちょっと調べよう。電流が蓄積すると包囲力の技を発動させる。あ、じゃあまずそれ発動させるの待たんといけないのか。あ、溜めてんのかあれ、わかんないな。早く発動してくれ。あ、発動しそう。ソノンさん、あ、今がチャンスなのか、わからない。いや、バーストゲージたまんないな。あ、放電、あ、いてー、回復と。全然バーストゲージがたまる兆候がないんだけど、危ない。普通にゴリ押しになっちゃいそう。ててで、ソノにエーテル与えた方がいいな。で、ハイポも与えとこう。あー、死んだ。あ、待って、これ後期ならばやるしかないっしょ。血祭り。おっしゃ、オッケー。あー、なんじゃこりゃ。ゴリゴリに回復アイテムが減らされていく。